ハロハロ。ことわざを使って英語を学びましょう。今日のことわざは、今和の念仏、誰も唱える。不信心な人でも死に際には念仏を唱えて仏にすがるということ。今和とは死ぬ間際を意味します。もうすぐ死んじゃう。もはやこれまでか。といった瞬間を表現するときに使う言葉です。普段元気なときは神様や仏様なんて気にも留めない。宗教なんて信じない。なんて言っている人いますが、そんな不信心な人でも死が目の前に迫ってくると念仏を唱えて仏様にすがるものであると言っています。人はピンチになると誰かにすがりたくなるものです。そんな人間の心の弱さを例えた言葉とも言えるわね。また人は年を取ってくると色々と心配事も増えてくるし、死期も近づいてくるので信仰心が芽生えてくるものだと言っています。そんな人の弱みにつけ込む悪い人もいるので気をつけましょうね。同じような英語のことわざはこんなのがあるよ。When it thunders, the thief becomes honest. 今日のチェックポイント。Thunder. 雷が鳴る。動詞として使われているわね。天気のことを話題にするときは、一般的には、主語に it を使う点を押さえておきましょう。thief 泥棒、盗っ人。honest 正直な、誠実な。神様や仏様は優しいから、普段ないがしろにされていても助けてくれるかもしれない。でも、人は違うわ。普段何もしないくせにピンチの時だけ助けてほしい。そんな都合のいいようにはいかないものだよ。相手に頼まれたことは無下に扱わないでちゃんと聞いてあげましょうね。ということで今日はこの辺で。それでは次回をお楽しみにね。See ya!